どうも皆さん、こんにちは、ニューブロマジネスキです。翔太です。リサコです。違うよ、バカさんですよ。こだな、バカさんです。ですね、僕らですね、全員音楽経験者なんですよ。ダイヤマンさんに至っては、もうもはや音大を卒業しているわけなんですね。ということで、やっぱり音楽に関して楽譜とかが読めなきゃいけないんですよ。センター試験出るから。なので、今回はいろいろな音楽記号を実際答えられるのかどうかっていうのを今日はテストしていこうかな。山田さん余裕ですよね。音楽何年やってる ?2 歳から。21年。2歳って何やってたの？頑張り。そう。あなたも21年間やってるんで、読めない音楽記号ないでしょ。翔太君はどうですか？俺も中高6年間吹奏楽部ではずっとグランディオーソだったから。ということで、2人がどれぐらい読めるのかテストしていきたいと思います。いくぜ。では早速ですね、いきましょう。まず1問目はまあこれですね。これの名前と意味を答えてください。わかんな。おい、これめっちゃ簡単だぞ。簡単なの？どういう時に使うの？ちょこちょこいよみたいな時に。言い方か、イタリア語でしょ。イタリア語ってどういう感じだっけ？マルゲリータ、カルボナーラ、ドメスティックバイオレン。はい、じゃあ、はい、正解を山田さんから。セーニョ、セーニョマーク。そうですね、セーニョマークです。意味は？そのマークに飛ぶ。正解です。はい、ロッテクスって言っちゃった。間違ってんだけど。マリフィシオ、マリフィシオマーク。意味がみんなで吹くよ。決めます。はい。はい、続いての記号ですね。続いての記号ですね、この等音記号の横にあるこれです。え、これ意味があるんだね。そう、まあ、マークと意味ほ一緒だね。まず等音記号的な感じで、なんか日本語っぽい名前のいいと思う。そうです。はいはい、できましたか。では翔太君の回答お願いします。はい、名前が半平音記号。半平音記号。平音記号のなんか点々がない版みたいな。で、意味が等音記号と平音記号の中間。へととの間ってことは平音記号。あ、では山田さん、回答お願いします。4分の4拍子と一緒。はい、正解は4分の4拍子と一緒ということでございました。これは、なんか俺分かんないとヤバい気がするな。4分の4拍子って書かないの？めんどくさいから。4分の4拍子の曲多いから全部こうって感じ。なるほどね。では続いてです。これはですね、ちょっと難しいかもしれない。これです。それはまた日本語でもいいの？これは何々記号っていう名前。何々記号っていう名前と意味があります。これわー、はい、いただきましょうか。歌いこう。はい、じゃあオクターブ8分記号。オクターブ8分記号。で、意味はさっきの下の音符の音をオクターブ上で8分に変換して吹く。めっちゃむずいじゃんそれ。8分くらい書くよそのえ、でもさっきもだってめんどいからっつって。逆にめんどくさいじゃん。上の音で続いてる中に下の音が来ると書くのが急に下行くのめんどいから。あ、なるほどね。では続いて山田さんの回答お願いします。弦楽器のボーイングダウンの時のやつ、アップだっけ、そこが曖昧。ダウンですね。で、これの名前はダウン記号。ダウン記号か、そのままだと。はい、バイオリンのさ、このさ、持ち手がさ、こういう形してるの分かる？ここら辺の弓の形。アップはこの反対、こういう V みたいなマイクで、マークで。なんでかっていうと、そのバイオリンのその弓の先っぽがこういうマークだから。はい、じゃあ続いてですね、デン。これちょっと山田もワンちゃんむずいかもしれない。え、初めて見たかもそれ。え、なにそれ、待って、初めて見た。初めて見た。え、なんだろう。これもなんとか記号、うん、イタリア語の。うわ、わかんない、わかんないかも。ここは適当に。はい、イタリア語の読み方はちょっとどう考えてもわかんないんで、この意味を書きました。はい、プレミアム音符。なにそれ、毎月500円払ったら入れるよ音符みたいな。音楽科学と気まぐれだから好きな音とかあって、俺の音だぞみたいな。これ、俺この音好きみたいな。っていうメモ、っていうメモ。なるほどね。はい、次山田さん。ドリル半分にぶった切ったやつ、急になんか IQ がどれぐらいやったかな。これはモルデントですね。プラルとモルデントっていうのがあって、プラルはその音をドゥルルで1個上の音やる。モルデントは逆、ドゥルル。あ、そうなんだ、そうやって書いてるんだ。そうだよ、知らなかった。続いてですね、次もう楽譜に途中に書いてあるやつです。デン、このちょんちょこついてるやつ分かる？釘みたいなやつ。これでもうち名前知らないや。え、いや、ヒントはスタッカートのもっとすげーぜ版。はい、はい、ではお願いします。ちょっとね、もう読み方
グランドスタッカティシーモグランドスタッカシーモで、意味がめっちゃ強くてヤバいスタッカー、いや、めっちゃ強くてヤバいスタッカーとかえ、でも、ちなみに名前めっちゃ近い。あ、そうなんだ。はい、では続いて、りさこさん、強調させるやつ、スタッカスティスタッカティシモ。え、似てんじゃん。わかんない、ちょっと適当に書いた。これはですね、名前がスタッカティシモです。おいおいおい、よくの片隅にいた。まあ別名ね、マルッテラートって言うんですよ。へえ。これはね、イタリア語でハンマーっていう意味なんですけど、ハンマーのように打ち付けるような音、強いアクセントで跳ね返すような音。私すごいイメージ的にスタッカートとアクセントとマルカートを全部混ぜたみたいな。そうそう、っていう意味でございました。では最後の問題いきましょう。はいはいはい、はい、じゃあ最後の記号、はい、こちらになります。でん、え、譜面なし、譜面が漫字とかそういうマークみたいな。ちなみにこれだけ見ればわかる。え、そうなの、これ見たらわかんわかる。なんでピアノのやつじゃないの。こんなもん知らない。なんかそれ単体で見るとわかんない。はい、では、では山田さん、てん、ペダル離すやつ。そういうことか、踏んだから離すってこと。こんなこといちいち書く。あー、でもそれが出るまで踏み続けるってこともあるのか。はい、ひょうたくんの回答お願いします。安全マーク。たまにメンテナンスしてね。まあ俺さ、てっきりさ、翔太さ、あったんって言うかと思って。いや、そうだけどさ。やっぱ分かんないもんだな。ニュアンスでなんかちょっとフィーリングで分かると思ってる。